おじいちゃん、ごはん。あ、おはよう。おいでよ、早く。あ、行くよ。行ってきたよ。あ、ちょっと、これ持ってって。お母さん、ありがとう。イサムちゃんは？イサム！いただきます。イサムちゃん？イサムちゃん！イサムちゃんお顔洗って。洗ってよ。ダメダメ。昨夜のお茶はまだお口の周りについてる。サムちゃん、さっさとなさい。洗ったよ。わざだと思ったら多分濡れてるよ。本当かな。はい、いただきます。お先に。これ出しといた。はい。よく噛んで上がれ。早いんだね、今朝。ええ、ちょっと気になる患者があるもんですから。ああ。はい。じゃあ帰りに東京駅にお迎えに行きますから。うん、ご苦労だね。じゃあ行ってまいります。行っちゃいちゃい。行っちゃいちゃい。お兄さん、急がないとあと7分よ。お前も来るのか。え、どこだよ。いいんだ、おのりこさんと打ち合わせしてあるの。そうか。行ってらっしゃい。ごちそうさま。ナムちゃん、さっさと上がるぞ。おじいちゃま、ヤマトのおじいさんはどんなものが好きなんでしょうか。別にごちそうはいらんだろう。好きなのはおからなんだけどね。僕も好き。いいか、どなたおはなさい。グズね、サムちゃん。ごちそうさま。
兄さんは？この前の電車。そうですか。なんだか心配な患者さんが。そうなんです。僕は昨夜帰ったら11時だった。そう。面白いですね、地方系の人々。どこまで読みになって？まだ4巻目の半分です。そう。好きか。うん、うん、大好きなら持ってやるぞ。大好き。おお、そうか。ほら大好き。うん、ほら大好き。うん、ほら大好き。よし、ちょっとよし。うん、消えるよ。ほらできるよ。ほらこれ決まったよ。新製品の方だから。旭化工の方はどうなったんでしょう。あれはまだペンディングだ。本物欲しい。どこが甘いんだ。ルナなんかどうなんでしょう。西銀座の狭い家ですけど。ルナか。あけみ、さっきのも社長に渡したかい。ええ、何か。そうか、そんならいいんだ。はい。こんにちは。よう、来たな、借金取り。こんにちは。こんにちは。お忙しい、専務さん。ああ、忙しいね。結構ですわ、お忙しくって。ありがとう。どうしたい、この間、あれから。大変、ヤーさんがまた例の長唄始めちゃって。天に流れの弁慶なのか。おかげでお母さんの心臓、また悪くなったらしいわ。大丈夫だよ、しないしないよ、あのババ。まあ。ねえ、聞いた？今日ご結婚するんだって。ん、知らない。誰と？ほら、知らないかな、津村さんって。津村さん？うん、早稲田の、バスケットの。知らない。恋愛？うん、キャーコ、もやもやしてたのよ、長いこと。その目その目、売れ残りが二人集まって。はい、バターでも知らないよ。すいません。どういたしまして。出かけるよ。どちらへ？ホテル。ロバートさんから電話があったら2時までに伺って。はい、セブさん、私もそこまで乗せてって。違うよ、方向が。いいの、ホテルから回ってもらう。ねえ、帰りに寄らない？今日はダメ。そう、じゃあ、さ
よなら。さよなら。さよなら。さよなら。たくさんってものも無駄じゃないか。でもそこがエチケットってものよ。どこが。お姉さん、天ぷらおいしい。うん、とてもおいしい。お前たちはね、何かというとすぐエチケット、エチケットって、まるで男が女に親切にする法律家なんかみたいに思ってるけど、それはそういうもんじゃないんだ。男にしろ女にしろ、決して他人に迷惑をかけない、いかなる意味においてもだよ。それがエチケットというものの真偽なんだよ。分かっちゃいるのね、お兄さん。関心に。分かってないのかと思ってた。バカ。のりこさん、ご飯にする？うん、いただくわ。そう。飯を食うのもいいが、とにかく終戦後、女がエチケットを悪用して、ますますずるずるしくなってきつつあることだけは確かだね。そんなことない。これでやっと普通になってきたの。今まで男がずるずるしすぎたのよ。しっかりしっかり。お前そんなこと思ってるから一枚たたってお嫁に行けないんだ。行けないんじゃない、行かないの。行こうと思ったらいつでも行けます。嘘つけ。でもお医者さんだってお会いしなさいね。もちろんよ。何を言うの、困ったやつらだ。兄さん、銀座歩くんだったらもうそろそろご飯にしないと。そうか。9時45分だったね。まだ大丈夫だな。大和のおじいさんはこの前いつだったかしら。終戦の翌年よ。まだ入場券がなくて東京駅でまわまわしちゃったじゃない。そうそう、私まだ門番入ってた。なかなか達者なおじいさんだよ。やわらかいおいしいご飯。離れにかかってたの覚えてますよ。もう一本兄さん、洗面所がありましたね。やっぱり大河道ので。え、大河道の洗面の。ああ、売ってしまった。そうですか。これもなかなかいいな。何もかもたこうなりよって、えらい世の中や。ご苦労ね、日曜なのに。いや、帰りに何か買ってきましょうか、おじさんのごちそう。でも、硬いもんだと召し上がれないから。そうですね。じゃあ、行ってまいります。ご苦労様。これおじいさま。はい。じゃあお姉さん、それでいいのね。え、おじいさま、お茶。はい。いや、あ、
織子さん、いくつになりました28です。あ28になりましたよ。ああ、そうかい。もうそろそろやらないと。嫁に行こうじゃない、向こう取ろうじゃなし、タイの浜焼き食おうじゃなしか。じゃあお姉さん570円。お釣りね。いいわよ。よかないわよ。あるのよ。どう。で、真ん中ごちそう。一度こしらえりゃ三分の一できちゃうわね。だけどあんなに美味しくない。だけどみんなで食べられる。忘れてった、銀座でコーヒー飲んだの。いくらだった。いいんだよ、あれ私のおもり。ダメよ。いくら。いいってば。そう。やばい、そうさま。おばちゃん。なに。なによ。なに。ヤマトのおじいちゃん、住むかい。スンバじゃないわよ。だってさっき聞こえなかったよ。聞こえるわよ。もっとでかくで言えよ。パパ。お疲れにならない。そうかい。のりこさん、いくつになったい。28です。もう嫁さんに行かにはいかんな。おじい様、いいとこありません。ヤマトにとってもお金持ちで、一生何にもしないで遊んでられるようなとこ。おじい様ご存知ありません。いい天気だ。こんにちは。いいわね、みっこちゃん、おばあちゃまと。どこ行くの。あんまりお天気がいいもんですから。お父ちゃんもお留守番。うん、お宅のお兄様と。あ、学校ね、今日。なんですかね、お休み立つんでしょうか。お兄様、ご迷惑だろうと思ってね。そりゃ、健吉ちゃんの方がよっぽどご迷惑よ。綺麗なおべべね。うん。あ、ヤマトからお嬢さんもお見えになったそうです。今そのお供。まあ、そうですか。サム、またおじいちゃんにキャラメル貸してみるよ。うん。
白じゃ善にもと世の例えにも言う通り親の難儀が不憫さに娘の命を助けんと腹に徳人を込んだろう握り工事に頼るのに薄気や坊主の宗人が頭の丸いを精鋭に大物で島を死のうなおか神に神風よりは恋子も風を吹かして大胆にも自分の神の神やし正月と仕事の岩おじいさんびっくりしちゃってるわよきっとでも聞こえるかな随分耳遠いのよ大丈夫よだから前の方のいい席取ったんだもんそうだね、おたか。いつまで風呂入ってんだろう。おたか、なんだって飛び出してきちゃったの？なんだか。私がちょいと丸の内まで行って帰ってきたら、ここに座って目真っ赤にしてんの。どうしたのって聞いたら、今晩泊めてねって言うの。やったらしいのよ。だって評判だったじゃないの。おたかのとこ円満だって。円満すぎたんだよ、きっと。のりこ来てたの。いいお湯だった。いつ来たの？さっき。何よ。何見てんのよ。円満すぎたのよ。ね。何が？あんたんとこ。円満なもんか。なんで喧嘩したの？つまらないことなのよ。つまらなかないわよ。どうしたのよ。犬がいるでしょ？どこに？うちによ。チビ。その犬が旦那様のパイプかじっちゃったんだって。だって置きっぱなしにしとくんだもん。犬だってかじるわよ。いいパイプなんだって。どんどんかどっかの。それが私の責任だってのよ。尺に触ったから毎日人参ばっかり食べさせてやった犬人参嫌い犬じゃないわようちによ馬なら張り切っちゃうんだけどねバカそれでとうとう今朝ぶつかっちゃったの正面衝突なんだそんなことそう言うけど悔しかったわよそりゃ我慢しなくちゃそのくらいのことあんたお嫁に行ったんでしょそうよだったらそのぐらいのことねえそうよ当たり前よねえ旦那様なんてみんなそんなもんよ勝手なもんよ。だから私たちお嫁に行かないのよね。そうよ。ねえ。何言ってんの？実績もないくせに。実績？お嫁に行かなきゃ分かんないのよ。行ってから分かったんじゃ遅いのよ。ねえ。ねえ。私帰ろ。そりゃ帰んなきゃねえ。そうよ、当たり前よねえ。人参食べたんだもんねえ。私いる。帰んないの？帰んないわよ。えらいえらい、泊まってらっしゃいね。いやよ。じゃあ帰るの？いやよ。どっちよ。たかこさん、私から電話よ。あ、そうですか。どうも。ねえ、あやちゃん。どうだろうね、あのこと。何？あのことさ。お電話してみようかね、のりこさんに。何のこと？ここだよ、ここ。ああ、心臓？うん。ねえ、のりこ。お兄さんに一度見ていただきたいって言うのよ伺っていいかしら病院おば様何ですかここのとこちょいとご主いただくでしょこれくらいの小さなおちょこに 2,3 杯でもう飲まなきゃいいのよそうはいきませんよお客様のお相手だものもうドッキンドッキンしてこんななの恩給がいいって聞いたもんだからほら横浜の先のほらなんて言ったっけ分かったわよもうあんたじゃありませんよのりこさんですよいいわよ私から話しとくねのりこそう言っとくわそうですか。すいませんね。お願いしますわ。あ、そうそう。専務さんいらしてるわよ。お二階、この上。お一人で？たった今。ちょいちょい行って会ってくるかな。何？まだ大丈夫ね。のりこ、まだいる？帰るの？あんた。帰るわよ、私。どうもいろいろ。何言ってんの？まあ、お座んなさいよ、いっぺん。どうしちゃいられないのよ。待ってんのよ、おばあちゃんの角で。誰が？人参？そう。ごめんなさい。帰んなさい。さっさと。じゃあ、この結婚式、あんた行くわね。行くもんか、そんなとこ。
ごめんください。おう、来てたのか。こっちおいで。お出かけになった後、ヒルエンタプライズからお電話ございました。あ、どうしたい。おっしゃったようにお返事しておきました。ありがとう。そうか。まあ、いっぱい行こう。どうも。お。お、ちょうどよかった。ちょっと話があるんだ。ねえ、君。何ですの？どうだい？お嫁に行かないか？行くよ、いい加減に。いいのいるんだ。俺のちょっと先輩で、やっぱり招待出たやつでね。長いこと軽かったに言ってたんだ。真鍋ってなかなかできるやつなんだよ。まあ、童貞のほどは保証しないが、初婚なの。おう、写真あるんだ。よくわかんないな。こいつだ。見ろよ。これもそうだ。ゴルフも俺よりうまいし、男前も俺より強いていいかな。私。なんだい。あの、ちゃんと人を迎えに行かなくてなりませんか。なんだ。逃げるのよ。いいえ、母たち歌舞伎へ来てるもんですから。そうか。じゃあ、俺の車使えよ。じゃあ、心配しまんで。あ、いいよ。では、ごめんください。おい。これ、持ってけよ。持ってってよく相談してみてよ。いいからさ、持ってけよ。じゃあ、拝借して。ごめんください。どうも。大和のおじい様、もう眠いんじゃありません？お兄様、お疲れになったでしょ。いや、お休みになりましたら明日お早いんですし。よかったね。今日の芝居は若いもんがなかなかようやるよ。どうしてどうして、えらいもんじゃ。そうですか。じゃあ僕も一度見るかな。ようございました。お気に召して。寝ようか。え、寝ましょうか。一度山というも来んかな。え、行きますよ。これでノリコでも片付いたら。うん、した方がええ。おしげさんもな、山とはええぞ、マホロワじゃ。いつまでも若いもんの邪魔しとることない。そうですよ。この村はコーチが何もかもやってくれてるんで。伺いますわ、ぜひ。どうだ、寝るか。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。
宮先生ご面会です。誰？敷地の田村さんとおっしゃるご婦人の方で。あ、そう、隣に落として。あ、君、録音室の反応出たかい？まだ出ませんが。おかしいな。あ、いらっしゃい。初めまして、間宮です。はじめまして、あやこの母でございます。さ、どうぞ。あ、ありがとうございます。まあ、なんですか、いつもいつもあやこはもうのりこさんに。いや、なんですか、心臓が悪いとか。ああ、それでね、ぜひ先生に一度見ていただきたいと存じまして。いや、僕でわかるかどうですか。いいえ、そんな。それでね、お忙しいのにかえってご迷惑かとも存じましたんですけどね。いや、そんなことはありません。そうですか。でも先生、のりこさんも本当にいいお話で、あやこともよかったよかったってお噂してるんでございますよ。何でしょうか。あら先生、専務さんからのご縁談。ああ、そうですか。とてもいい方なんでございますよ。立派な、お若いのに松川商事の常務さんでね、とても評判のいい切れる方なんでございますよ。そうですか。お国は確か四国の善通寺で、何ですか、とても旧家だとかって、まだお屋敷はそのまま残ってるなんておっしゃってましたわ。そうですか。じゃあ拝見しましょうか。はあ、どうぞ。そうですか、本当にお忙しいとこ申し訳ございませんですね。いや、ちょうどいい。
子に縁談があるんですがね。おお、そうかい。なかなかいいんですよ。そう、そりゃいいね。もうやらないといけないよ。28ですからね。そうだよ。いい話だといいね。いいんですよ。調べてみると思うんですが。それは調べてくれよ。ご苦労だけど。早速ね。そんなこと言っちゃかわいそうよ。そうかしら。それあたりだってすますわよ。でもチャーコのあんなすました顔初めてよ。ねえ。うん。嫌に気取っちゃっておちょぼ口しちゃってさ。あんたはどこだった新婚旅行。修善寺。私熱海。行ったら雨に降られちゃって、その晩から3日間どこも出られないのよ。それで何していいか分かんないでしょ。毎日雨降ってんだもん。ちょいとマリー。あんた何をと思ってんの。報告よ。ドキュメンタリーだから番頭さんに言ってコマ買ってきてもらったの。コマ。うん、あるじゃない。ほら、コキかなんか書いてある。あれ増しっこしてたのよ。あ、そう。とってもうち強いのよ。あ、そう。ダメだから。あ、そう。ダメよ、未婚者のいる前で。毒よ。バカバカしい。私たちコマなんか回さないわよ。ねえ、赤ん坊じゃないんですもの。ねえ、わかんないのよ。ねえ、未婚者にはねえ。そうよね。かわいそうなもんよ。ねえ。おたか、あんた言うとこないよ。何した。どうしたの。だらしがないのよ、こいつ。私帰ろ。結婚してみなきゃ人間の本当の幸福なんてものは分かんないものよ。未婚者にはたやかく言う権利なし。おっしゃいますわね、人参女子。未婚者には権利なし。幸福なんて何さ、単なる楽しい予想じゃないの。競馬に行く前の晩みたいなもんよ。明日はこれとこれとこれ買って、大穴が出たら何買おうなんて、一人でワクワクしてるようなもんよ。違う、権利なし。権利なし。あんた何さ。しっかりしっかり。私も帰ろ。帰れ帰れ、幸福なる種族。ねえ、いっぺん鎌倉行かない。のりこんとこいらっしゃいよ。いいわよ、これから。今度の次の日曜どう。そうね。あや、あんたどう。私はいつだっていいわよ、未婚者だもの。ねえ、まだ言ってる。どうだった、ちゃーこさん。とても可愛かった。立派なご披露。お洋服。うん、お振り袖。お姉さん食べない。ほんの少し。なに。まあ、ショートケーキ。おいしそうね。帰りにみんなで銀座出た。今度の大人気をみんなで鎌倉へ来るっていうのよ。そう。じゃあ何かご秘書考えなきゃ。はい、どうぞ。あなたは。うん、私の。そう、じゃあ私いただこう。面白いのよ、姉さん。私たち集まるでしょ。いつも二組に分かれちゃうの。お嫁に行った組と行かない組と。今日もあやが一人でたらんと。どうして。だって私たちのこと未婚者未婚者って軽蔑するんだもん。だったらあなたも早くお嫁に行けばいい。お姉さんも向こう組。そうよ。なんだ。じゃあ私も行っちゃおうかな。行っちゃいなさいよ。どうなの、専務さんのお話。い
って専務さんおっしゃるのよ。ご無沙汰ばっかりして。今日、若奥様、ちょっと買い物。さあ、お果てになって。こんなもの、お口に合いますか、どうですか。今朝、土浦から送ってまいったんでございますよ。なんでしょう。いつもいつも。いいえ、とんでもない。今朝ね、奥様、妙な人が参ったんでございますよ、宅へ。どうだった。いいえね、私も初めてなんでございますよ。ちょっとこう、頭を開けて、眼鏡かけて、このくらいの黒いカバン持ってね。ですから私、母は税務署かなと思ったんでございますよ。ところが奥様、大違い。どなたでしたの。ほら、よくあるじゃございません。更新所。へえ。お宅ののり子さんのことを聞きに参ったんでございますよ。まあそうですか。ですから私もね、これはきっとのり子さんにご縁談があって、その下調べに来たんだなと思いましてね。先方はどなた様って聞いてやりましたんでございますよ。そう、そうしたらヒヒヒヒなんて頭かいてごまかしてんで、私役に立っちゃって、あんな立派ないいお嬢様ってめったにないわよ。そう言って怒りつけてやったんでございますよ。まあ嫌なやつでね、何でもよく調べてるんでございますよ。お宅の庄司さんとうちの県知とが同じ高等学校だなんてことまで。まあこんにちは。いやあ、いらっしゃい。元気がいつもご厄介になりまして。いや、どうです。お元気ですか。は、おかげさまと。元気君も立派になられて、あなたもお楽しみだ。いえ、もう何ですか。嫁が亡くなりましてから本ばっかり読んでおりまして。おととしでしたな。はあ、早いもんで。お宅の庄司さんも。いやあ、あれはもう帰ってきませんわ。でもこの頃になってまたポツポツ南方から。いやあ、もう諦めてますよ。どうぞ。これはまだ庄司がどっかで生きてると思ったようですかね。ご無理ございませんわ。本当にね、奥様。根気よく毎日ラジオの尋ね人の時間なんか聞いてますよ。
人間って不思議なもんですね。今あったことをすぐ忘れるくせに、庄司が元気だった自分のことははっきり覚えてるなんて。じゃあもう帰ってこないよ。君は確か兵隊前通じだったな。うん、前通じだ。真鍋って男知らんかな、松川庄司の。いや、知らん。なんだよ。うん、知らなきゃいいんだ。坂口は前通じだろ。そうかい、坂口。あいつに気は分かるだろう。なかなか顔も広いし。これは関だな。うん。こいつはここか。え、ここだ。本当はまたバカに子供が増えたな。うん。うちはことにうるさい。うちなんか今日は大変だよ。大勢集まってきて。とてもいられたもんじゃない。お気をつけろ。お電話よ。はい。大磯からよ。
あ、そう。もしもし、青田か、どうしたの。え、あ、そう。うん、うん、あ、そう。お高かだよ、電話。大磯行ってんだって。大磯、お父様終わるんだって。嘘だ、おとついの新聞出てたわよ、お高のお父さんの車中談。そう、なんだ、自分で言い出したい。どうして来ないんだろう。振られちゃったのよ、私たち。ちょいとした小じゅうとだもんね。学校自分あんなに仲良かったのに、みんなだんだん遠くなっていっちゃうのね。しょうがないのよ、そういうもんらしいわ。いやね。ねえ、後で海行ってみない。うん、行こうか。ねえ、食べない。うん、食べよう。あそこのジュースちょっと取って。昔なんだね。うちも今が一番いい時かもしれないね。これでのり子でも嫁に行けばまた寂しくなるし。そうですね。セムさんの話どうなんでしょう。うん、よきゃいいが、もうやらなきゃいけないよ。ええー、嫁をもらう、孫が生まれる、のり子が嫁に行く、今が一番楽しい時かもしれないよ。そうでしょうか。でもこれからだってまだ。いや、旅行やキリがないよ。ああ、今日はいい日曜だった。ちょいちょいだった。おお、ドクターで飛ばした子がきっと泣いてるね。高一にもあったじゃないか、こんなことが。ええ。
じゃあおやすみなさい。お兄さんお泊まり？ええ。まあ立派ね。とてもおいしそう。いくらこれ？900円。900円？これ。そうよ。これが？高いのね。そんなに高いもんなの？そうよ。私も食べるの嫌になっちゃった。何言ってんの？お皿出して。私頼みじゃなかった。お皿お皿。憂鬱ね。何だってこんなもの頼んだんだろう。大失敗。のりこさん、半分出してね。私？いやーよ。あ、出す出す。本当に出すのよ。ええ。はい。でも高いな。でもここのが一番おいしいのよ。でも高い。いい程度は半分で買えるじゃない。でもいいか、たまだから。こんばんは。どなた？矢部です。いらっしゃい。お兄さん、今晩ひょっとするの？あ、今電話あったの。今晩お泊まりですって。あ、そうですか。どうぞ、ご覧なさいよ。じゃあ、ちょっと。こんばんは。どうぞ。いや、どうもわざわざ。いや、どういたしまして。お水沢さんもうお休み。どうぞ。いや、いいとこに来ちゃったな。いいんですか、これいただいて。どうぞ。今日何かあったんですか？何？こんなのお宅じゃちょいちょい召し上がるんですか？そうちょいちょいでもないけど。ちょいちょい食いたいな、こんなの。いただきます。どうぞ。高いんでしょうね、これ。うん、安いの。ね。うん、安い安い。平気平気。うまいな。のりこさん、おめでとうお話があるんですってね。そう。聞きましたよ、あるんだって。あ、そう。素敵ね。どこに？ねえ、奥さん、あるんでしょ？そうね。あんたにもあるんだったじゃないの。僕にですか？おばさん、そう言ってらしたの？いや、それはおふくろが一人で考えてんですよ。でもいいと思うな。おもらいなさいよ。ねえ、お姉さん。そうよ。みこちゃんにだってその方がいいと思うわ。いいお話らしいじゃないの。いや、おふくろが一人でやきまきしてるんですよ。奥さん、召し上がらないんですか、それ。召し上がらなきゃいただきますよ。食べんのよ、私。そうですか。だからな。しかし、うまいですね。
お母さんは洗面所かしら。お母さん、お母さん、おい、おい、はい、あ、お母さん、モリコの話ですがね、なかなかいいんですよ。そうだってね、いいよね、電話で坂口の話だと、善通寺でも指折りの名家で、そこの次男なんだそうだ。そう、紳士録にも出てるんですが、なかなかやり手なしっかりした人らしいんですよ。あ、そう、結構なお話ね。お年は明治43年だからいくつになるかな。42ですか。 42? 万だと40ですかね。40ね、そんな年の方なの。しかし年は問題ならんと思うんだ。でも一回りの世も違うとね。そうですね。じゃあいくつならいいんだい。のりこだってもう若いとは言いませんよ。そんなこと言ってた日にはいつまでたったって嫁なんかやりゃしない。立派な相手ならいいじゃありませんか。こっちだってそう贅沢得る身分じゃないんだ。でもなんだかかわいそうな気がして。かわいそう？何がです、何がかわいそうなんです。お母さんなんかがそんな風に考えてらっしゃるんじゃ、森子の方がよっぽどかわいそうだ。そうかしら。そうですよ、そうじゃありませんか。お母さん少し欲張りすぎてやりませんか。今までだってそうだ。だってそりゃ。だってなんだ。のりこさんどう思ってらっしゃるか。のりこの気持ちは分かってるじゃないか。お前そう言ったじゃないか。でも分からないっていうのか。のりきだってお前そう言ったじゃないか。それあなた、バカ、そんなこと言うか。いい加減なこと言うな。欲張りかね、あたし。どうした？叱られちゃって。いいさ。みんなが本気で心配してるんだよ。気にすることはないさ。ただいま。お兄さん、また子供欲しかったの？
ご機嫌悪いのね。ダメよ、兄さん。自分の感情だけで叱るから。かわいそうよ。何が？そんなことしたら子供たちいじけちゃうわ。余計なこと言うな。余計なことじゃないわ。お兄さん、いつだって。人のことはいいんだ。お前、自分の心配しろ。はいはい。ただいま、おかえりなさい。ご機嫌悪いのね。もうお腹も空くでしょうに。そうよ、かわいそうに。まだ帰ってこないのかい。どこ行ったんでしょう。うん、遅いね。もう一度見てくるよ。でも、お父さん。いや、見てこよ。こんばんは。おばさん？あ、のりこさん？あ、おばさん、うちの子供たちお邪魔してません？いいえ。来ませんでした。ええ、どうかなすった。明るいうち出たっきりまだ帰ってこないの。まあ、どこいらしたんでしょう。どうしたんです。ねえ、お前一緒に探してあげたら。そうですね、行きましょう。すいません、お前その下駄鼻を緩いよ。大丈夫だ。じゃあ、もうこんなに暗いんだからね、松間になるから風の方の通りをずっと探してごらんよ。ひょいとして駅の近所か町屋市の方よく見てごらん。裏駅の方もね。ここだよ。ん？これか。しかし、なんだそんなに怒ったんだい。あんまり怒るなよ。子供は感じやすいからな。怒っちゃいかん。怒っちゃいかん。難しいもんだよ。難しいもんだ。もしもし、さやです。あ、マニアさんですか。どうも。いらっしゃいます。どうですか。お宅から。どうも。あ、もしもし、俺だ。
ああ、そうか。帰ってきたか。ああ、それはよかった。そうか。じゃあ、もう少しは帰る。おい、帰ってきたそうだ。そうか、よかったな。二人とも腹減らして、駅前のベンチにぼんやり座ってたそうだ。そうか、変わりそうに。困ってたやつらだよ。引けてるよ。あ、それは帰ってやった方がいい。だんだん俺に似てくるよ。悪いとこばかり似てくる。困ったもんだよ。そんなもんだよ。あ、さっきの話。何？秋田駅の。早速聞いてみてくれないか。向こうでも急いでるんだ。ああ。明日でも聞いてみよう。いや、そうか。おやすみ。じゃあ頼むよ。ああ話があったんだ。出してある論文も通りそうだし、長くて 3,4 年の辛抱だったんだけど、どうだろう。お前はどうなの。俺は行くつもりでいるけど、なんなら俺だけ行ったっていいんだよ。そうはいかないよ。じゃあお母さんも行ってくれるか。どうなんだい。そうだね、飽きたね。いやかい、金だって今までよりずっと多いんだよ。どっか東京でないもんかね、そんなお話。ないよ、地方へ出るからあるんだよ。ねえお母さん、俺にはいい話なんだよ。そりゃ分かってるけど。それに秋田行きゃ、ツツガムシもいるし、リッケッチャーの研究もできるんだ。長くて 3,4 年でまた帰ってこられるんだ。初めからそういう約束なんだよ。断ればまたいつあるか分からない話なんだよ。どうなんだお母さん。ほら行くよ。いいね。気に入らないとむくれて物を言わなくなる。おっかさん、悪い癖だよ。昔からあのやつかい。
そう。誰かに惚れたことないのか。さあ、ないでしょ、あの人。学校時分、ヘップバーンが好きで、プロマイドこんなに集めてたけど。なんだい、ヘップバーンって。アメリカの女優よ。じゃあ、同じじゃないか。そうよ。変態か。まさか。いや、そんなとこだよ。おかしなやつだよ。少し教えてやれよ。何？いろんなこと。いろんなことって？おとぼけでないよ。何さ、バカにしてるわ。失礼よ、専務さん。どういたしまして。ひがいじ、お茶。はい。おい、コーヒー取ろうか。結構、いらない。遅いわね、のりこ。帰ってこんかもしれんぞ。兄貴の病院寄るって言ってたから。なんだ、意地悪。だったらさっきそう言ってくれりゃいいのに。どうだい、寿司でも食いに行かないか。そうね。寿司、何好きだい。まあ、トロね。トロか。ハマどうだよ、ハマグリ。好きよ。のり巻きどうだよ。嫌い。君も変態だよ。昔学生時分、よく庄司君と来たんですよ、ここへ。そう。で、いつもここへ座ったんですよ。そう。やっぱりあの楽がかかってた。早いもんだな。そうね。よく喧嘩もしたけど、私お兄さんとても好きだった。庄司君の手紙があるんです。助手さんの時向こうから来た軍事郵便で、中に麦の方が入っちゃったんです。その時分僕はちょうど麦と兵隊呼んでて。その手紙いただけない？あ、あげますよ。あげようと思ってたんだ。ちょうだ。あ、来たわ。あったかい？うん、そうでもない。行こうか。何食う？僕は何でも結構ですよ。お別れなんだから、うんとごちそうしてもらいなさいよ。ああ、するよ。でも、あんまり高いものダメだぞ。ケンチ。高いもの、必ずしもうまいとは限らんからね。行こうか。いらっしゃい。さあ、どうぞ。ごめんなさい。みこちゃんおねんでね。ええ。お支度ね。へへ。なんですか、ちっとも手につかなくて。ならないもんですけど、これうちから。まあそうですか、ご丁寧に。どうもすみません。健吉さんは？送別会でまだ帰ってこないんですよ。明日たつっていうのに。おばさんはいついらっしゃるの？ぼちぼち片付けて、片付き次第。そう、大変ね。
長いこといろいろお世話になりまして。うん、おばさん向こう初めて？ええ、うちが鉄道にいたもんですから宇都宮までは行ったことがあるんですけど。そう、でも時期よ、またすぐ帰ってこられるわよ。健吉もそう言うんですけどね。そりゃそうよ。そうでしょうか。私はもうこのまま健吉に嫁でももらって一生ここにいたいと思ってたんですけど、実はね、のりこさん怒らないでね、健吉も内緒にしといてよ。何？いいえね虫のいいお話なんだけど、あんたのような方に健吉のお嫁さんになっていただけたらどんなにいいだろうなんて、そんなこと思ったりしてね。そう、ごめんなさい、これ私がお腹の中だけで思った夢みたいな話。怒っちゃダメよ。本当おばさん？何が？本当にそう思ってらした私のこと。ごめんなさい、だから怒らないでって言ったのよ。ねえおばさん、私みたいな売れ残りでいい？え？私でよかったら。本当？ええ、本当ね？ええ、本当よ、本当にするわよ。まあ嬉しい、本当ね。まあよかった、よかった、ありがとう。ものは言ってみるもんね。もし言わなかったらこのままだったかもしれなかったやっぱりよかったのよ、私がおしゃべりでよかったよかった、私もすっかり安心しちゃったのりこさん、なんだろうな、あんた。私もおいてまする。どうして？もう少し待ってよ、もう帰ってくるわよ健吉。でも私もう帰らないと。そう、本当ね、今の話。ええ、本当なのね、いいのね。ええ、ああよかったよかったさよなら。そう、おやすみなさい。ありがとう、ありがとう。昨日はどうも。明日上の何時？8時45分の青森行きです。そう、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ただいま。お前そこでのりこさんに会ったろ。うん。のりこさん何か言ってた？いや別に。うちに来てくれるってさ、ねえ、うちに来てくれるってさ。ねえお前、私言ってみたんだよ、のりこさんに。言ってみるもんだよ、そうしたら来てくれるってさ。どこへ？うちへだよ。何しに？何しにじゃないよ、お前んとこへだよ、お嫁さんにだよ。嫁に？そうだよ、嬉しいじゃないか、よかったね。私はもう嬉しくて嬉しくて。ねえ、嬉しいだろ？私、お前がどんなに嬉しいだろうと思ってさ。泣かなくたっていいよ。だってお前そうはいかないよ。お前だって嬉しかったら喜んだらいいじゃないか。嬉しいんだろ？ねえ、嬉しいんだろ？嬉しいさ。じゃあもっと喜んだらいいじゃないか。お喜びよ。変な子だよお前は。のりこまだかな？さっき帰ったようでしたけど。
ちょっとお父様。なんだ。お母様も。なに。ちょっとしたいだし。まあどうぞ。なんだい。のり子は矢部と結婚するって言うんです。ケンキチ君と。ええ、今矢部のおばさんと会って決めてきたって言うんです。だってケンキチさん明日お立ちになるんじゃないの。ええ、だから私お話ししてきたの。だってそんな大事なお話あんたよく考えたの。矢部には子供もあるんだぞ。え、お前の結婚についてはうち中みんなが心配してるんだ。みんなの心配はお前に分からんことないだろう。どうしてお父さんお母さんだけにでも相談しなかったんだ。お前よく考えたのか。軽率じゃないか。お父さんお母さん何とおっしゃるか知らんけど俺は不賛成だね。だけど私おばさんにそう言われた時ずっと素直にその気持ちになれたの。なんだか急に幸福になれるような気がしたの。だからいいんだと思ったの。だけどあんた先行って後悔しないかい。しないと思います。きっとしないな。後でしまったと思うようなことないんだな。ありません。ないな。きっとないんだな。ありません。お父さん、お寒くありません？うん。お休みになったら？うん。寝ようか。のんきな子、一人で決めちゃって、うん、自分一人で大きくなったような気になって、うん、ねえ、どうなんでしょう。いいんでしょうか。いいんだろう。本人がそう言ってるんだ。でも今の時だったらまだ。今だったらどうにかなるっていうのか。本人がその気ならしょうがないじゃないか。そんなやつだよあいつは。
もどうもどうも。いい本番に腰掛けられてよかったね。ほんと、あれで明日まで立っていくんじゃ大変ですもんね。運がいいのよ、あの子。なんかご用？おばさん。いいえね。さっきあんまり混んでたもんだから、上野の停車場。何？周りに人がうようよしてるでしょ。まさかね、そんなとこで来てもしないし。今もデパート歩きながら考えたのよ。何の話？昨夜のこと。だってあんまりうますぎちゃってなんだか夢みたいで。ねえ、お父様お母様もご承知かしら？ええ、お兄様も？大丈夫。そう、本当ね。よかった。でも賢吉さん何と思ってらっしゃるか。誰？賢吉。もう大変。あの子だって昨夜よく寝てやしませんよ。夜中にまた一緒にご飯食べちゃったの。そう。おかげさまで私長生きするわ。もうすっかり安心しちゃった。じゃあ私帰ります。よかったよかった。おばさん、お金こっちよ。あ、こっちか。あ、よかったよかった。あんな風に一人で決めちゃって。そうですね。何もお子さんのあるとこでなくったって。そうですよ。本人はよくったって、私たちがついてってなんだかかわいそうな気がしちゃって。私もね、あの子が小学校出た時分からいいお嬢さんだ、いいお嬢さんだって言われるたんびに、どんなとこ嫁に行くんだろうと思ってたんだけど。田園調布の篠田さんね。ええ。あそこへ伺うたんびに、のり子もあんな芝生のあるハイカラのうちの奥さんになるんじゃないかなって思ってたんだけど。そうですね。これだったら専務さんからのお話の方がまだ良かったんじゃないかしらね。そうですね。見当もつきませんよ、この頃の若い人は。お出かけ？うん、カナリアの餌買ってくる。いいわ、フミさん。何かないか、他に買えるもの。別に、うん、いらっしゃい、
でもうあんたその話決めちゃったの？うん。ずいぶん急だったのね。いつ行くの？もう一度秋田から出てくんのよ。それからのことよ。よく思い切ったわね。あんたなんて人とても東京離れられないんじゃないかと思ってた。どうして？だってあんたって人庭に白い草花かなんか植えちゃって、ショパンかなんかかけちゃって、タイルの台所に電気冷蔵庫かなんか置いちゃって、こう開けるとコカ・コーラかなんか並んじゃって、そんな奥さんになるんじゃないかと思ってたのよ。そう私が遊びに行くでしょ、そしたらほらだんだんあの日よけのあるポーチかなんかでさ、あんた真っ白なセーターかなんか着ちゃってさ、スコッチテリアかなんかと遊んでて、垣根越しにハロー、ハワイユーなんて言っちゃって。まさか。うん、私そんな風に決めちゃってたのよ。秋田っておばこでしょ。うん、もっと吐くのよ、あんた吐くわよ。マンチマンチ、おはやなんせ、隣の姉さん、この頃マンヌツイエお天気バリチジーと本当にやんべえだしな。そんなこと言える？それぐらい喋れねえで、なんと好きなマンズ。あや、おらたまぎた。東京から高校さ来たばりで、言葉もちゃんと覚えてるし。マンズ姉さん、身がけによらねえあつこと。だったって、おら飽きたさ、嫁なていぐなだもの。そんこばし喋れねえで、なんと好きなおみゃ。よく知ってるわね、あんた。だって学校の時、佐々木さんそうだったじゃないの。ああ、そうか。ねえ、ほら、いつかお宅の庄司さん、まだスマトラ行く前、みんなで城ヶ島行ったことあったでしょ。うん。あの時の人？一緒だったかしら、あの時。あの自分から好きだったの？うん、あの自分は好きでも嫌いでもなかったわ。じゃあいつから？いつからって、だんだんよ。そう、知っても知らなかった。そうよ。私だって結婚するなんて思わなかったんだもの。いや、どうしてそんな気になったの？偶然よ。偶然？もう言えないんだけど、なんて言ったらいいのかな。ほら、洋裁なんかしてて、ハサミどっか置いちゃって、方々探してなくて、目の前にあることあるじゃないの。うん。うちのお母さんなんかしょっちゅうよ。メガネかけてメガネ探してんの。つまりあれね。何が？あんまり近すぎて、あの人に気がつかなかったのよ。じゃあやっぱり好きだったんじゃないの？好きとか嫌いとかじゃないのよ。昔から一番よく知ってるし、この人なら信頼できると思ったのよ。それじゃあやっぱり好きだったんじゃないの？違う。この人なら心から安心できるっていう気持ち、あんたわからない？何言ってんの？それが好きだってことなのよ。そうじゃない。そうよ、好きなのよ。惚れちゃったのよ、あんた。本惚れよ。そうかしら。そうさ。ぶつよ、ぶん殴りますよ。いやよ、あんたじゃいた。よし。あ、ちょっとお母さん捕まえてよ。なにさ、ねえあやちゃん、あれどこだっけ。なに？ほら、この間のあれよ、こんなのあったじゃないの、黄色いの。私確かにどっか置いといたんだけど。ちょっと、あいよ。はいはい。何探しに出したの？わからない。いつもあなのよ。また来るわよ。ねえ、どういうのかしら、ああいうの。あれじゃ心配で、私なんかなかなかお嫁にも行きやしない。でもあんたなんてお婿さんもらう人よ。いやよ、今だけお婿さんに来るような人にろくな人いやしない。ほらね、いつもならもう一遍ぐらい来るのよ。そう。でもよかったわね、あんた。そんな気に入った人があって。でも大変だと思うわ、これから。いろんなことが不自由だろうし、月々の心配だって容易なことじゃないし、お鍋の底ガリガリこすって真っ黒になって働くのよ。それで、専務さんの話、どうしたの？断ったの。今朝。なんて言ってた？専務さん。大変古風なアスレゲルだって笑ってたわ。うまいこと言うわね。今来てんのよ、2階に。そう。その人も一緒よ、真鍋さん。ちょっと見てみない？隣の部屋から覗けんのよ。どう？いやいや。いいじゃないの。面白いじゃないの。ちょいといい男よ。
やめとく。いいわよ。さあ、行こう。大丈夫よ。もういいの。もうたくさん。そんなにもお婿さんいらないの。いいってばん。さあ、行こう行こう。余ったら私がもらってやる。行って行って。いいのかね、秘めちゃって。困ったやつですよ。どんなもんかね。なんだかかわいそうな気がして。とにかくもう一度、あいつの気持ちよく聞いてみるんですね。まあそうだね。あいつだって決めちゃったものの、また考えてるかもしれませんよ。ただいま。遅くなっちゃって。おかえりなさい。あやんとかやってきたの。どうも。ご飯は少しお茶漬け食べようかしら。そう。お姉さんいんの。私します。あの廃墟に入ってます。コロッケ。そう。すいません。いただきます。ねえ、あの人に子供があること心配してらっしゃるんじゃない？それもあるわ。でもいいの。それはいいのよ。でもお母様なんかとてもあなたはかわいそうだ。夕べもご飯の後台所で涙拭いてらした。私子供大好きだし。だけどお父様お母様そう思いならないわ。みっこちゃんだって
だんだん大きくなるでしょうし、あなたに赤ちゃんでもできれば。大丈夫、そのことも私よく考えたの。きっとうまくやっていけるわ。どこにだってよくあることだし、私にできないことないと思うの。でも大丈夫、大丈夫よお姉さん、自信あるの私。そう、そんならいいけど。それに私のんきなのかしら。お金のないことだって人が言うほど苦労にならないと思うの。平気なのよ。いや、いいのね。ええ、だったら私何にも心配しない。本当はねお姉さん、私40にもなってまだ一人でブラブラしてるような男の人ってあんまり信用できないの。子供ぐらいある人の方が入って信頼できると思うのよ。偉いわ、のりこさん。どうして？私なんか何にも考えないダメに来ちゃった。でも私が言っちゃったうちの方どうなのかしら。そんなこと気にしなくたっていいのよ。お父様お母様、あなたも幸せだけを考えてらっしゃるのよ。そんなこと心配しなくてもいいのよ。だけどお姉さん大変だと思うわ、いろんなこと。うん、平気よ。競争よ、これからあんたと。何？やりくり競争。負けないわよ、私。私も負けない。もう食べちゃダメよ、ショートケーキ。当たり前よ、あんな高いもの。でももらったら食べる。そうかい、よく来てくれたな。いや、おめでとう。どうも長い間いろいろ世話になりまして。いや、こっちこそどうも。どうだい、あやでも呼んでどっか飯でも行こうか。え、あの、せっかくですけど私。そうかい、向こう行ってまた東京へ出てくるようなことがあったら寄ってくれよ。は、ありがとうございます。じゃあ、まあせいぜい大事にしてやれよ、旦那様。鍋のやつ、がっかりするかもしれんけど、まあいいや。しかし、もし俺だったらどうだい。もっと若くて一人もんだったら。ダメか、やっぱり。おい、よく見とけよ東京。東京もなかなかいいぞ。またかぶるの？どっちにしようかな。向いてらっしゃい。はい。お
どうぞこちらをご覧くださいまして。サムちゃん、動いちゃダメよ。はい、お母様、もう少し顎を引きになって。はい、参ります。どう、写真屋さん、もう一枚お願いしたいの。お父様とお母様だけ。ああ、つらい。そうかい。じゃあ。そうですか。やるんじゃなかったよ。でもそれはいいんだよお兄さん、遠くへ行くんで私の気持ちも決まったら。いや、3、4年なんてすぐだよ。そうですね、早いからな。この家へ来てからだってもう足掛け16年になるものね。そうですね、のりちゃんが小学校出た年の春でしたからね。そうだよ、みのりよりちょいと大きいくらいだったからね。こんなところにチョコンとリボンなんかくっつけて、よく雨降りお月様なんか歌ってましたよ。うん、可愛かったわね。いや、みんな大きくなっていくよ。おいちゃんどうするんだ。やっぱりここで開業しようと思うんです。そう。じゃあ今のお勤めの方は。いや、あれはあれで夜だけでも。そう。いや、別れ別れになるけど、またいつか一緒になるさ。いつまでもみんなでこうしていられりゃいいんだけど、そうもいかんしな。お父さんもお母さんもまた時々は大和から出てきてくださいよ。うん。すいません、私のために。いや、お前のせいじゃないよ。いつかはこうなるんだよ。のりちゃん、体を大事にね。秋田は寒いんだって言うから。え、ああ、本当に気をつけておくれよ。大事にな。そうすりゃいつかまたみんな会えるさ。
おい、ちょいと見てごらん。お嫁さんが行くよ。どんなとこへ片付くんでしょうね。のり子、どうしてるでしょう。みんな離れ離れになっちゃったけれど、しかしまあ私たちはいい方だよ。いろんなことがあって長い間。欲を言やキリがないが。でも本当に幸せでしたわ。